はい、ギャレットモーターズです。今回は、私のような初心者の人が RC カーを動かすときにどういったもので構成されているか、何が必要なのか、本当に最初の段階についてご説明したいと思います。まあ、必要なものはこれ以外に、マシン、いろんなメーカーから、タミヤのグラスオーバーなど、そういうマシンが必要になります。それでは RC カーの走行に必要なアイテムを紹介していきます。まず最初に必要なのは、こちらの送信機と言われるものですね。プロポなんて言ったりしますよね。マシンとこの各種アイテム、これがまずマシンに載っているものですけども、これを使って、指示を出して、こちらマシンに載っているもの各アイテムをコントロールします。このトリガーを引くと前に出すと、押すと、ブレーキしてバックで、右左と、右へ回すと右、左へ回すと左ですね。これがまずは送信機になります。これが操作を信号で伝達するものですね。でこちらをドライバーが持って、ここに乗っているものがマシンに乗っているものなんですけども、まずは、この受信機というものが必要です。送信機からの信号を受け取って、その情報をマシンに伝える役目ですね。このいろんなものに伝えていきます。だいたいこれがセットで売られていることも多くて、バラバラでも買えたりもしますけど、双葉、私が買った双葉 T3PV、 これは入門用で値段も安くて、さらには複数台、これ1台でこの受信機とかこのセットを揃えれば、1つの送信機で複数台をコントロールできる、そして安いという、入門用だということで使いやすいという理由で購入しています。なのでこの送信機と受信機がまず必要になりますね。そして受信機の情報をまずは右左とした場合、このサーボというものに伝わって、ここがタイヤを左右にコントロールする動力源ですね。これはでも電気 RC カーの場合なので、ラジコンなどなんか他の RC アイテムではちょっと違うかもしれませんが、電動のRC カーの場合は基本的にはこちらのサーボでタイヤを動かします。そしてこのスロットル、進む、バックなどのこのスピードの調整機能については、 ESC というものがコントロールします。この ESC も先ほどのアンプもサーボもこの受信機につながっています。そしてこちらの ESC はバッテリーにつなげて、すべての動力源をここからバッテリーから伝わることになります。モーターも ESC につなげます。はい、スピードのコントロールと電力源のコントロールはこちらで行うことが多いですね。そしてこれらのものが一つになって RC カーは走行ができることになっています。もちろんこのバッテリーについては充電というものが必要なので、充電器、これも必要になりますので、これに充電器、あとは今回のこの
ニカドバッテリーについては充電してその後走行させた後途中で全部を使い切らずにまた充電してしまうとあまり良くないので、通常は一度放電をして充電をしますね。なので一応ニカドバッテリーの場合は放電器というものが通常使われることが多いです。でこのセットとマシンで RC カーの走行に必要なアイテムが一括りとなります。なんか多いようなんですけども、一度揃えるとマシンを変えても乗せ替えれたりとか、こちら中身のセットをもう一つ買ってプロポは流用できたりとするので、まあ、この送信機をどれを選ぶかというのはそういうこれものをどう遊ぶかも踏まえて考えた方がもしかしたらいいのかもしれません。あくまでも初心者が私のような疑問に思うことのご説明になります。ありがとうございました。